今日の私のハッピーポイントをお話しいたします。今日は年中さんと年長さんでリレーの選手を決めるために児童公園に行きました。まずですね、児童公園は先週あたりは草がたくさん生えていたのですが、たくさんの方々のご協力もあってすごく今日児童公園に行ったらすごく綺麗になっていて、とても感謝の気持ちでいっぱいになりました。選手決めはまずお手本として年中さんが最初に行って、その次に年中さんという順で行っていったのですが、子どもたちすごく全力で頑張って走っている姿が見られました。ゴールの線でスピードを緩めてしまう子は一人もいなくてですね、公園の端っこのフェンスまでぶつかってしまいそうなぐらい勢いよく走っていて、とても一生懸命な姿が見られました。中には転んでしまったお友達もいたのですが、立ち上がって最後まで諦めずに走っている姿を見てすごく頑張っているなと嬉しくなりました。リレーが自分の番が走り終わった子たちは今走っているお友達をすごく頑張れ頑張れと応援している姿が見られて、すごく団結力があるなと嬉しくなりました。そして今日竹組さんには常盤短期大学の実習生の方が入ってくださいました。実習生の方すごくニコニコしていて、子どもたちもすぐ慣れて一緒に楽しく遊んでいる姿が見られて、とてもこちらまで笑顔になってしまいました。また明日からも子どもたちと楽しく過ごしていきたいと思います。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。